エンカウスティークによる、聖ペトロのイコンエンカウスティークは、着色した密漏を余裕し、表面に焼き付ける、絵画技法。ー画とも言う。英語では、エンコスティック、または、フツゴアンコスティックと呼ばれ、美術史上最古の絵画技法の一つである。その起源は、古代の文献やわずかな遺品などから推測され、売るだけでも2000年以上前のローマ帝国には、 存在していたと考えられている。最も多くの作例として残っているのは、紀元一世紀頃、すでにローマ帝国の属州になっていたエジプトのファイウム地方から出土したミイラの生前の肖像画である。これら肖像画は、棺の蓋の顔に当たる部分に描かれていたが、驚くべきことはほとんど描かれた、当時のままの状態で保存されているということである。これは、 エンカウスティーク技法が耐光性、耐水性、耐酸性などを持つ優れた有機物質としての蜜楼を描画材料にしていたことに起因している。2000年前の絵画技法を詳細に解析することは極めて困難であるが、プリニュースなどの古文系を要約すると着色した蜜楼を熱で溶かしながらレバノン杉などの板に直接あるいは アザブを貼った上に焼き付けて描く高度な絵画技術であったと言える。作例はベルリン美術館など多くの場合棺のままの状態で見ることができる。また日本では大原美術館やブリジストン美術館に断片が保管されている。エンカウスティークは現代ではジャスパー・ジョーンズをはじめとする現代美術の芸術家などによって多用されている。ジャスパー・ジョーンズの正常期や まとを描いた、エンカウスティーク作品はよく知られている。また、この技法研究の日本国内での第一人者としては、横浜国立大学の赤木半陸が挙げられる。エンカウスティークに対する適当な日本語訳はなかったが、赤木は、熱油回廊画法あるいは、焼き付け老画法という訳語を与えている。エンカウスティーク技法はまず、蜜蝋のみを溶かして、 顔料を混ぜ込み固形のロー絵の具を作り、それを熱で再び溶かしながら描くというかなり厄介で高度な技法であった。今日では固着性を高め丈夫にするために、段丸樹脂が添加されることがあるが、本来は蜜ロー以外に何も混ぜてはいなかった。赤木半陸はこの技法を使って描く画家でもあるが、本来の円化ウスティーク技法を使いやすくするため、 固形の蜜蝋を水に溶けるようにするという科学的な改良を施している。そうすれば、固体の蜜蝋を熱で溶かしながら描くという困難さは解消され、普通の絵筆に絵の具をつけて、描くように全く自由に描ける上後で、ゆっくりと熱して溶かして固着させればよいというわけだ。ありがとうございます。